はーい、こんにちは、ちかちでーす。ということでね、今日もやっていきましょう。この本棚ね、もう壮観ですよ。素晴らしい。もうよくね、自分で作り上げたなって思いますわ。前回は、この芥川賞、三島賞、野間文芸新人賞、五大新人賞を経て、その他の文学賞を紹介しましたが、今回ここの本棚と、ここの本棚ね、二つ紹介したら終わりますけど、まあ、ここはね、特に文学賞は取ってない本を入れてます。まあ、基本的には純文学のね、作家を入れてますけれども、で、ここ平野啓一郎が、まあ、3冊ね、曹操とある男があります。で、松並太郎は文学界新人賞から出てきた作家なんですよね。芥川賞の候補に何回かなりましたね。吉村万一先生はこの2つですね。吉村万一先生とか平野啓一郎は芥川賞取ってますけど、芥川賞取った作品はこっちには入れてないですからね。上の芥川賞を取ったところに入れてるということですよ。これだからややこしいのは文学賞順に並べているので作者順には並べていない本棚だということなんですね。だからこの辺は特に重きを置いておらず順番はまあバラバラです。で、星野智之3冊、町屋良平がね、最近よく見つかります。で、前田史郎3冊ですね。誰かが手を握っているような気がしてならないっていいね、タイトルだけどね。で、犬焼人さん3冊ね。犬焼人も、芥川賞の候補にね、4回か5回ぐらいなったんじゃない？次いい作品出たらね、絶対取ると思うんだけど、次の作品出るのかな？で、又吉直樹先生、劇場があります。で、高橋宏樹朝顔の日、僕ね、最近芥川賞の候補まで集めてますからね。高橋宏樹は、送り火で芥川賞取った作家ですが、その前に何回か候補になってるわけですよ。だから、その候補作の単行本も売ってたら買うことはしてます。まあ、基本的にはね、純文学のちょっと前の単行本なんかは、新刊書店ではもう売ってませんよ。そう思うと、やっぱブックオフとかね、古本屋とか行かないと見つけられないが、しかしそれでも多分部数が少ないためにあまり見つからないんですよね。だから結構ね、お、これレアだぞって思うと買っちゃうんですよね。黒田夏子忘れ工事は新品で買いましたね。で、田中伸也2冊。で、金井美恵子のスター誕生もね、安く売ってたんですよね。で、保坂和志、伊藤聖子。で、この本あるんだけど、この本ね、皆さん、こんなおかしな小説はありはしません。信じてください。伊藤聖子って書いてんだけど、これタイトルがね、何かっていうと、後ろにね、小説禁止令に賛同するって書いてるでしょ。ぼやけて。これがタイトルなんですよ。だからタイトルがね、書かれてないんですよね、この小説って。これ背表紙も、こうちょっとね、奥に書かれてるんだけど、表紙の紙が邪魔してあんまり見えなくしてんですよ。で、そこが面白いよね、この本ね。で、佐川一世少年 A っていうのをこの前買いましたけどね。で、この右下行くと、これバラの名前あるんですよね。バラの名前上巻ね、この前200円で売ってました。びっくりしたけどね。下巻も探してます。佐藤千佳さんは文芸賞出身の人で、で、田和田陽子先生。大森兄弟も文芸賞出身の作家で、で宮沢明夫。で、住谷渉は、スバルか何かで、この怪玉っていうのが、芥川賞の候補に昔なった作品ですね。で、山崎直子らも、これ、芥川賞の候補になりましたが、まあ、島瀬恋愛文学賞と書いてるけどね。島瀬では僕集めてないので、普通のところに置いてますけどね。で、小川邦夫。で、松田青子。ヤン・イーね。で、安倍一茂の資格。で、三輪太郎。で、セーラ祐一ありますね。セーラ祐一もっとね、欲しいんですけど。中平真美は文芸賞出身の人かな。で、佐藤優也。で、これ辻人生の視聴者から出てる詩集なんですよね。視聴者の単行本ってあるんだなって。まあ、あるんだろうけど、あんまり見かけなかったら買っちゃったね。中沢圭さんのこれ福竹書店。で、森牧子っていうのも古い作家でね、芥川賞の候補に何回かなったけど取らなかったんですよね。内村くんぷーさんは未だに謎な作家で、この人も突然現れて芥川賞の候補になったんだけど、まあそれっきりなんですよね。で、高橋玄ちゃん、高尾長良さんのね、影姫もこれ候補になりました。池田正夫、窓からローマが見える。で、河野太鼓、松尾鈴木、で、篠原一、川西蘭、で、広小路直樹、で、川上美恵子さんの、先端で刺すは刺されるは空ええわね。これ制度者か。制度者の。これ刺繍ですよね。石田センサーのきんぴらふねふねが、これ平凡者ですよね。で、オスカー・ワオの短く凄ましい人生ね。で、その下行くと、大西巨人、中上健二、荒井千尋、
吉村万一、あ、さっき上にあったね、さっきのところに置かなきゃな。で、炎上等と田辺誠也の共作と、あと高橋雄一とか、この辺は古い作家だけどね。てか全然順番適当だな、これ。まあ仕方ないけどね。この辺って並べ方難しいんだよね。あいうえお順に並べてもいいんだけどね。唐十郎とかね、恩裕二とか。まあ炎上等、まあリービ秀夫、小野正嗣とかね。山本美智子も昔のね、芥川賞作家ですけど。で、古市憲寿とかね。恩裕二ここにもあるし、ここにもある。別々にあるな、これ。で、小谷田夏樹、中山咲希。で、篠原一もさっきありましたね。で、原圭介ね。で、林京子、小林教授、小林恵梨香。マダムキュリーと朝食はね、面白いですよ。芥川賞の候補にもなってますからね。で、もう一個、小林恵梨香の空爆の日に会いましょう。で、吉本バナナの、これ、福竹書店版のアムリタと白川よふね、歌方サンクチャリがあります。で、この下行くと、これ、沢西祐天先生の別府フロマラソンね。これ、大分県ではよく売ってる本で、大分の話だからね。で、最果てた日が2つあって、これ、33年後のなんとなくクリスタル。石黒達政はこれ、ベネッセなので、福竹書店の流れでね、94627と。これかなり高いですよ。高いけど僕、丹波の本屋さんで100円かなんかで見つけましたけどね。で、木村久美、石田線もさっきありましたね。で、竹本信原、伊達一行、畑山博士、今村夏子のアヒルは、これ諸子勘勘坊の本ですね。これ横田荘の落とし物は、諸子奇水域から出てる本ですね。で、村田清子、伊藤あかり、小谷敦志、土井良一、エウイエンジェルとかね、荻野アンナと、ここ最近よく見つける平凡社から出てる、ホラードラコニアの2巻と4巻ですね。で、モーイエンね。爆言の書いてモーイエン。ここ、劇書房の本が3冊ありますね。劇書房っていう演劇のね、戯曲が入ってる出版社なんですけど、これ昔ね、昔大阪に天牛境書店っていう本屋があって、今全部潰れましたけど、チェーン店で駅前にね、あったんですけどね、そこで買った本かな。ここ大沢信明さんの批評ですよね。で、杉咲J太郎ね。で、笠井清、吉行英介。これ元少年 A ゼッカーありますけど、あとこれ、例えば純文学はこういう風にして書くっていう本あります。で、この上行ったら終わりますけど。まあ、ここ、生野頼子が7冊ありますね。最近集まってきてんだよね。文庫化されることがほとんどないので、この中だったらレストレスドリームぐらいじゃないの。で、筒井先生も6冊かな。結構ありますよね。これモナドの領域はね、当時新作で買いましたね。前城太郎が5冊かな。前城太郎って単行本も面白い想定してるから買うんですけどね。で、春樹ね。ハルキの単行本そんな僕持ってないけど、まあ、よくブックオフに売ってるから買ってもいいけどね。で、松浦久樹ね。この辺とかもいいね。BBPP とか不可能とかね。あとこの下行くと、これもまあ松浦久樹です。で、こういうの最近ね、買いたいなって思って。これ昔買った本で、戦後日本文学史年表っていうね。まあ古い本だけどね、これ自体がね。橋本真紀さんも4冊。村田沙耶香、大江健三郎、古い吉吉2冊あります。これ安らい花って確かね、2000円ぐらいするんだけど、まあ武甲府で200円で売ってましたね。あ、村田沙耶香はここバラバラ置いてんな。で、元谷幸子、室井光弘が2冊。木下フルクリー2冊なんだよね。もっと欲しいんですけど。で、上田高井戸、高尾ながら、あ、高尾ながら下にもあったけどね。で、古川誠2冊。で、竹口優勝2冊。で、最近買った大前青っていう作家ね。これ、諸子勘勘坊から出てんだけどね。で、あと福永真ね。で、終わりかな。この下漫画ですけどね。まあ、下は一期コミックスですね。一期コミックスも、まあ、こんだけ揃いましたが、まあ、もっとありますよね。ここ一期って書いてるでしょ。IKKI って書いて、一期ってあって、こうバーってありますけどね。もっと欲しいんですよね。まあ、ここは梅津和夫さんの14歳、完全版みたいなやつと、あと山本直樹先生2冊ね。このシリーズもう一個と、あとユリ・ゲラーが何度かっていうのあるんだよね。で、インターウォールと、榎本ね。これ榎本は榎本俊二だけど、ムーたちも榎本俊二。で、淡竹孝弘は最近ね、この辺変えましたけど、これ面白いよね。で、最後ね、最後上だけ見て終わろうかと思いますけど、ここね。ここね、置ききれないので置いたっていうのと、あと落日とか、人間とか、あと嘘と晴天とかは直木賞の候補なんですよね。で、直木賞の候補っていうのと、あと舞城太郎とか、筒井先生もこっちに置いてんな。右にも筒井先生と舞城あったのに、ここにも置いてるってややこしいことしてんな。
ちょっとね、そういうの嫌なんですよ。ちょっとまた並べ替えます。で、一番上にはね、100日後に死ぬワニがありますね。これがいいですね。ここに置かれてるっていうのがね、やっぱ一番良くないですか。まあ、最近買った4畳半タイムマシンブルースとかね、流浪の月とかはここに置いちゃってます。まあここがエンタメって言ってもいいけどね、僕は基本純文学の本棚を目指してるけど、まあ時々エンタメの本も買うから、まあ、ちょっとここに置いてます。まあそんな感じですかね。まあ基本的には小説の単行本はこんなところでしょうかね。まあここがね、最近ちょっと整理整頓したので動画にね残しておこうかなと思った本棚でございます。まあしかしもうちょっと増える予定だし、左上のね単行本もどうにかして処理したいもんですから、もう一個ぐらい本棚ね来たいんですけどね、綺麗にねしたいなっていう気持ちはあるんですけどね、はい。あ、またいつかねこっちの漫画紹介もねできたらしたいと思っておりますということで、まあ今回は終わりです。高評価、コメント、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ではでは、スカッチャンでした。バイバイ。